どうもー、混沌のトリクサー、アイプップです。シャレオッツ。おっと、危ねえ、危ねえ。本日は、じゃあ、改めまして、パパオー、アイプップです。本日はですね、特別編で、私がコロナ支援で出会った、ゼゼヒヒさんのラーメンを特集するっていう動画です。これなんですけどね。混ぜラーメンでしたよね。これめちゃくちゃうまいんですよ。初めてね、食べた時にね、もうなんか、ね、なんだろう、海の、じゃ青い海でね、ブルームーンの月がね、光るようなね、なんか、景色がね、見えました。ほんと、これうまい。これ3度目でね。で、ゼゼヒヒさんというのか、外崎さんとは、去年の5月で、コロナ支援で、旭川ラーメンを売ってますって、いう投稿を見て、まあ、私、旭川行ったことないんですよね。だいたい北海道と言ったら、函館と、札幌と小樽っていうのがもう定番じゃないですか。でも旭川まで足が運ばないと。でもね、私、旭川動物園行ってみたいし、旭川ラーメン食べてみたいと思ってたんです。でね、なんかやっぱ行ってみたいなと思っても、友達とかに、ね、旭川どう？って言っても、やっぱ、なんか話出しづらいなとかって思ったんですけど、まあ、コロナ支援を通して、外崎さんと出会いまして、ね、収束したらぜひ、ゼゼヒヒさんにね、のラーメン食べてみたいなと思っております。でね、このゼゼヒヒさんなんですが、ちょっと私いろいろ調べたんでね、食べる前に、ちょっと紹介させていただきたいと思います。でも、外崎さんが公開してる情報なんですけどね、まずね、ゼゼヒヒさんなんですけど、旭川で有名なね、行列のできるラーメン屋です。で、売ってるラーメンが、味噌と醤油と塩ですね。うん。で、ちょっと紹介していきます。すいませんね。ちょっと覚えてないんで、紙を見ながらちょっと紹介させていただきます。まずは、ホルモンの味噌ラーメンです。これ、美味しいですよ。私、全部食べましたけどね、どれもうまかった。でね、味噌ラーメンなんですが、北海道の、道産の、豚の、なんだろう。生、腸腰、大腸の臭みを取り除き、歯ごたえを残し、味噌に漬け込み、ラーメンと合わせました。なんか豚骨みたいですね、これ。うまかったです。で、次、焦がし醤油ラーメン。黒ごまに玉ねぎ、ニンニクなどをペースト状になるまでじっくり練り、1年間寝かせたですって。こりゃうまいわって私思いました。焦がしの素を醤油ラーメンで、醤油スープに溶かしました。ね、やっぱこれ、多分、1番が塩ラーメンなんですって、多分2番が醤油なんだと思います。大体ね、やっぱ塩と醤油をね、売りにしてる店っていうのは、やっぱ人気店っていうのを、私はわかります。なぜならね、名古屋でもね、やっぱ豚骨がメジャーな店が多いんですけど、塩とか醤油を出してる店ってあんまない。だから私は塩と醤油がメインの店っていうのはもう頭にね、すごい叩き込んでる。でね、そういうような店ってね、絶対に人気。でね、私どうだろう。ラーメンね、好きだった時が高校生の時。だから2009年とか12年ぐらいの話なんですけど、やっぱ私が10年前か。10年前好きだったお店は、今もなおね、人気店のでね、あり続けています。ですがね、そうでない店っていうのはやっぱ、なくなっていることが多いですね。今どうなってかね、不安ですけど。で、はい。ゼゼヒヒさんの一番のおすすめの塩。復刻塩ラーメン。北海道産の丸鶏と玉ねぎ、日高昆布を中心に。日高昆布って何でしょうね。ちょっと私調べ忘れちゃって。ゆっくり炊き上げた
澄んだスープだそうです。やっぱね、私、ズゼヒヒさんに行ったらね、やっぱ一番食べたいのは、やっぱ寿司ではなくて、やっぱ塩ラーメンですね。外崎さんは、ラーメン屋をする前は、料理、ね、寿司職人だったそうです。で、料理屋を経営していたんですが、まあ、いろいろありまして、まあ、パチ屋の食堂で働いていたと。で、その時にね、なんか、パチ屋の食堂はラーメンを出すのが必須だったので、ラーメンを作ることになったんですが、外崎さんは、その時にね、ラーメンを、に目覚めまして、ラーメンの道を行くことになったそうです。その時に、なんか奥さんがね、お客として来ていて、ね、なんて書いたっけ。そう。来ていて、奥さんと出会い、今の、ね、ゼゼヒヒっていうね、店舗で、まあ、をやられているそうです。外崎さんの奥さんめちゃくちゃ美人ですね。私よりね、二つしか変わんなくてね、二個上なんですけど、ちょっとびっくりしました。もうちょっと外崎さん50歳ぐらいなので、外崎さんと同じぐらいの年齢の人なのかなと思ったら、なんとね、私とあんま大して変わらないっていうのは本当に、もう驚かされましたわ。いやー、外崎さん羨ましいですよ。こんな美人な奥さんがいるなんて。私、今年28になりますけど、未だに彼女できたことないですよ。だからね、なんか、可愛い彼女とか美人な彼女なんて多分できる自信はないですね。てか、まずできないかもしれんしね。ははは、笑えないですけど。でね、外崎さんが使っている、麺は加藤製麺所の麺でして、これ、外崎さんが教えてくれたんですが、加水率のなんかいいとかって言ってたんですけど、私それちょっとよくわかんなくて、まあ、そこのね、加藤製麺所のね、ホームページを知ら、こう、ね、見てみると書いてありました。加水率を抑えることで、小麦の味や香りを大事にした麺作りを心がけております。だそうです。あ、そういうことなんだな。小麦のね、を生かした麺をね、作られてるんだなって思いました。で、ね、なんかいろいろ書いてあったんですけど、まあ、なんか一番大切なことだけ言わせてもらいます。加藤の麺は優しさのある麺って書いてあったんです。ね。で、まあこれを見てね、旭川ラーメンがね、親しまれるのがね、私はよくわかりました。現にね、外崎さんのね、作るラーメンの口コミが、優しい味だとか、なんて書いてあったっけな。なんか、ね、そのようなね、コメントがたくさんありましたね。で、そうそう、しまった。食材のことを言い忘れてましたけど、ね、ゼゼヒヒさんのスープと具材のほとんどは北海道の食材です。でね、本当今ね、こういう状況で、ゼゼヒヒさんはコロナ支援を通して全国のね、人にね、ラーメンをね、届けることができるんです。でね、北海道の食材を使ってね、全国各地の皆さんにね、やっぱ食べてもらえるってね、なかなかね、こんな機会ないと思います。なのでね、北海道の味を味わうっていう意味でね、ぜひ、ね、ぜぜひひさんのラーメンちょっと買ってみてはいかがでしょうか。で、私ね、深々と調べさせていただいたんですけど、そうだ、このスープなんですけどね、コラーゲンがね、なんて書いてあったっけな。そう。多くてね、濃厚らしいです。他のお店より3倍ね、高いらしいですね。あ、じゃあ、と書かれてありました。で、あとね、口コミ、食べログとかで見たやつ、ちょっと私紹介させていただきますが、接客が素敵だそうです。
まあ、外崎さんとね、私、ダイレクトメールでやり取りしてて思いますが、この人、本当にね、人柄のいい、素晴らしい方だと思っています。あと、全部満点。どのラーメンもうまいって、ね、書かれている人がいました。まあ、多分、接客のことも言ってるんだなって思います。あと、喉が渇かないラーメンですって。まあ、めちゃくちゃうまいって、ね、比喩されてるんだなと思います。あと、こちらの味、我が家では、ぜであった。そうです。もう、ね、満足しとるっていう意味なんでしょうか。私、ちょっと申し訳ないんですけど、ぜぜひひっていう意味合いをね、ちょっと調べ忘れて今日、この収録臨んでしまいました。外崎さん、本当に申し訳ありません。なんか、一番大切なことをね、調べてない自分、何なんだよ。もう、こんな自分、本当に、シャレオ。はい、自虐ネタやらせていただきました。じゃあ、まあ、あと、外崎さん、私、深々と調べてるんでね、ちょっと言いますが、なんか、以前は、ハレル家という店名でやっていたそうですね。これはなんかラーメン屋なのか料理屋なのかわかんないですけど、ちょっと興味深いなーことをね、知ることができましたと。でね、外崎さんはね、今ラーメンをやっておりますが、ね、もう少ししたらまた料理屋にね、戻りたいって言っております。私ね、やっぱ外崎さんに会えるんだったら、まず寿司が食いたい。寿司職人でね、美味しい寿司をね、Facebook のプロフのとこにね、載せてたんですよ。だからね、やっぱ、まず寿司を食べたい。で、あとやっぱ塩ラーメン食べたいです。この混ぜラーメンも食いたいな。うん、ね、旭川にね、何泊すればいいんだよね。全部食えるんだろうなって、って感じです。じゃあ、早速、この混ぜラーメン3回目いただきます。外崎さん、いただきます。いや、もう、なんか喋ってねで、とっとと食いたかったんだよな、そもそも。ああ、うまそうだな。卵、おお、やべ、おお、卵半熟でしたよ。前半熟じゃなかった。半熟だったけど、今回半熟。うわ、しっかり混ぜてね。最初食べるときやばかったっすよ。1分じゃねえな。10分ぐらい混ぜてたの、私。で、2回目はね、混ぜが足らんかったね。なんか、すぐガブッといっちゃったから、今回はね、どうしようかな。じゃあ、1分ぐらいにしましょう。編集のしてる私がね、おはよう、とっとと食べろよ、みたいになっちゃうからね。それはいけねえ。編集しててね、頭くる時があるからね。そう、編集してる私をイラつかせないのもね、やっぱ思いやりかなって。まあ、私、自分自身に対して思いやりなんていらないんですけど。さあ、いっかな。もう皆さん、早く食えよって感じなんで、ちょっと食べます。もうこれね、うますぎてね、1分ぐらいで食べ終わっちゃう。元旦、うぜえな。あれ、前撮った時元旦してたっけ？いただきます。いや、もう元旦がうざい。ちょっと、シンキングタ、うん、元旦うざい。ほい。いや、うざいな、マジで。右、左目が乱視だから、そう、左目皆さんに見せて。いや、あれ、どうだったっけ？カレー食った時、どうでしたっけ？いや、つけてなかったような。ね、ファンサービスでよ、してよ、ファンサービス。いただきまーす。あ、やっぱうめえ、これ、マジ。やっぱね、最初食べた時は感動しました。でもやっぱ3回食べるとね、やっぱ慣れてくるのかなって。これなんだろうな。なんか魚介なのかな。肉ベースなんかよくわからない。やっぱりわからないからこそうまいんだろうなと。ね。やばい、これほんまうますぎる、ほんと。ああ、収束してからもね、アフターコロナで、ぜぜひさん行けたらいいなって、本当に夢も見てますよ。やばすぎる。私、これが、ぜぜひさんのね、ラーメンをね、一番プレゼンテーションしたかった。だって、この動画ね、このラーメンしかね、プレゼントしてませんもん。
それぐらいやっぱ外崎さんにはね、やっぱ収束してね、生き残ってもらいたいっていう熱意が強いんですよ。本当一緒だからね、あの人。なんか私すげえ魅力感じてる、外崎さんには。私はね、外崎さんに対して言いたい。あなたもギフテッド持ってるんじゃないかなって思う。ね、なんだろう、共鳴するんですよ、ギフテッドは。なんでそう思うかっていうと、ギフテッドの方はね、何かとね、いろいろと苦労されてる人が多いんです。外崎さんもそうなんですけど、寿司職人からラーメン屋になるっていうさ、経緯がさ、すごいなって思いましてね。それもね、外崎さん、いろいろすごい苦労されてる方なんですよ。あとなんか、格闘っていうか、空手が好きな人みたいでね。やっぱそういうところもちょっと、ギフテッドに、の特性にありそうだなーって。ね、なんか、いろいろ、なんか、ギフテッドは定まんないんでね。あ、いかんいかん。障害いっちゃったよ。はは、今回だけ特別です。私の障害は発達障害。私の障害名言わないって決めたのにな。つい口滑らしちゃった。で、な、皆さん今の忘れてくださいね。本当に、外崎さんね、食材のね、一つ一つしっかり活かしてる料理をね、されてるんだと思う。だからこんなにもね、麺とかスープとかね、具材がね、絶妙なるね、バランス取れてね、中和してるっていうか。で、青い海に光るね、ブルームーンっていうような味してます、これ。うまい。マジ。私ね、朝から飯食ってなくて、今ね、夕方5時半近くなんですよ。だからね、ほんと腹空かせてました。もし行けたらね、あともう一個なんかラーメン食いたいなと思うんですけど、ちょっと、冷凍あまりにも粗末で、なんか取れないという。あ、こういうのはね、もう一回取ろうかなって。いいかな。ほんと食レポのね、コメントがうまい、うますぎる、これしか言えないから。ね、いつデリシャスみたいなね。なんか下手くそだな。なんか前、あずまやさんのやつやった時、すごいいいこと言ってたね。今回ね、私、なんかなかなかうまく言えない。あのね、シャーチューみたいなやつがまたスープとうまく絡んでね。スープのね、味の良さがこうね、さらに引き立てるというのか。危ないな。長すぎるよ。なんかすごい、飲むは飲むほど、なんか濃くなってきてね、なんかスープを飲みたくなってる。あ、うまい。あれ、私何分かかったかな、何らかに3分ぐらいかかってきてるような気がしたんですけど、ごちそうさん、外崎さん、ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。ありがとうございます。まあ、特別にね、ちょっとぜひひさんの、ね、ちょっと動画をね、撮ってるので、もう一品、ね、紹介したいと思います。これ、醤油ラーメンです。で、醤油ラーメンを食べる前に、ね、ちょっと、ザルラーメンの時言い忘れちゃったこと言います。家で過ごすあなたの意識ある行動が大切な人、そして誰かを救っていること、忘れないでください。ね、不要不急の外出で無駄なお金を使うぐらいであれば、困っている農林水産業の方や飲食店の方など、やっぱそういう人にね、ちょっと使うだけでもね、やっぱ助けられる人助かる人がね、たくさんおります。なのでね、家で過ごして美味しいものをね、
たくさん食べましょう。それがね、やっぱそういう人たちの救いになります。じゃあちょっと味噌ラーメンいただきます。よいしょ、美味しそう。これは去年の5月以来です。ね、本当に美味しいんですよ、この旭川ラーメンは。なんかこれ邪魔だな、カツラ。うん、うまい、美味しいですよ。なんか麺が大きいですね。スープもいただきます。あ、美味しい。あったかい。今日ちょっと病んでたんですけど、なんかこれ食べたらなんか元気になっちゃいそうです。うん、うん、美味しい。いや、あったかいな。外崎さんの優しさがね、なんかスープ、なんか出てる感じがするスープですね。うん、うまい。麺がね、もっちりして。シャーチューもちょっといただきます。うん、うん、うまい。スープ、もう一回。あー、あったかい。ということでね、ちょっと醤油ラーメンからでした。ザルラーメンに戻します。ということでね、今回のラーメンがねなくなったんで、今回の収録はここまでといたします。外崎さん、アフターコロナでね、ぜひ会いましょう。じゃあお決まりのやつをやって締めたいと思います。代名詞はいつでもシャーレアップ。ご視聴いただきましてありがとうございます。シャレオツ。